イモータルは1990年にノルウェーのベルゲンで結成されたブラックメタルバンド。ブラッシャークという架空の王国を歌詞のテーマにしている。1991年、オールド・フューネラルやアンピューテーションのメンバーが集まって結成。ちなみにオールド・フューネラルにはバーズムのバルグ・ビーケネスも在籍していた。1992年、ファーストアルバム。 ディアボリカルフルムーンミスティシズムをリリースしデビューする。1993年、セカンドアルバム、ピュア・ホロコーストをリリース。1995年、サードアルバム、バトルズ・イン・ザ・ノースをリリース。3万枚以上のセールスを記録した。当時アンダーグラウンドなブラックメタルのアルバムが、ここまで売れたのは、異例の事態であった。 2003年、メンバーの私的な事情により解散。2006年6月、ドイツの雑誌ロックハードで、アバス、デモナズ、ホルグガイモータルの再結成を発表。4月にインフェルノフェスティバル、6月と7月にザタスカ、オープンエアーフェスティバル、7月にメタルキャンプフェスティバル、8月には、バッケンオープンエアで、ヘッドライナーを務めた。2007年7月には、 アメリカ合衆国で2ドライブを行った。2015年3月に解散が発表された。この解散の原因は、バンド名とロゴの使用権をめぐって、アバスとその他2名が対立したことによる。アバス側は、デモナズとホルグがバンドで借りている、リハーサルスペースの家賃の支払いを止めてしまったことや、二人から、 長い休息を取りたい旨のメッセージを受けて取っており、2名は、すでにバンドを脱退していると主張したが、デモナズとホルグはバンド名は、バンドメンバーでの共同所有であると主張していた。結局、アバスによる、バンド名の所有は認められず、同年11月に、ホルグと、デモナズ・ドゥーム・をカルタがイモータルの活動継続を、発表、離脱していたアポリオンも再度合流した。 2017年にアポリオンが脱退。二人組のまま活動を継続する。2018年、9年ぶりのアルバム、ノーザンカオスゴッズをリリースした。なお、不在のベースはヒポクリシーのピーター・テクレンがセッション参加した。2020年8月には、バンドを構成するでもなずと、ホルグがバンド名の所有権をめぐって、法廷闘争を行っていることが発覚した。 ベルデンスガング市で報じられた内容によると、2019年7月に、デモナズがバンド名の独占使用権の登録を、ノルウェー特許庁に申請し、認可された。これに対して、ホルグが異議申し立てを行い、法廷闘争に突入した。ホルグが、ベルデンスガングに語ったところによると、デモナズによる、独占使用権の登録に関する情報はなく、 長いバンド活動で得た権利を維持するために戦うことにしたとのことである。一方で、デモナズは自身が妹る唯一のオリジナルメンバーであり、バンドがリリースしたすべての作品に参加しているのは自身だけであると主張し、双方の意見は対立していた。結果的に、ノルウェー特許庁は、バンド名はバンドという組織全体に帰属するものであり、 個々のメンバーに帰属するものではないと判断を出し、デモナズに対するバンド名の独占使用権は取り消された。この判断について、ホルグは納得している、胸のコメントをしている。また、ホルグは、バンドを再建したいと述べている。なお、ダグブラデット氏に掲載された、アバスのインタビューでは、アバスは、ホルグからの手紙を受け取っており、加えて、現在は、 イモータルのメンバーに対する負の感情はなく、イモータルへの再加入についても前向きであると述べている。一方で、脱退からこれまでの時点でアバスは、デモナズと一切会話を交わしたことはないとも述べている。ありがとうございます。